ペリー軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は45,969人であり、2000年の43,602人から5.4%増加した。軍庁所在地はニューブルームフィールドボロであり、同軍で人口最大の町はメアリーズビルボロである。 ペンシルベニア州の人口重心が、軍内ダンキャノンボロにある。タイロンタウンシップにある法人カムラ、グリーンパークは、軍政端のこのコチームさんと、東端のサスケ花川の中間点にある。ペリー軍は、他の2軍と共に、ハリスバーグカーライル大都市圏を構成している。ペリー軍はもともとカンバーランド軍の一部だった。 軍民が軍庁所在地のカーライルまで山を越えていくことを望まなかったこともあって、1820年に分離設立された。軍庁所在地は公式にはブルームフィールドだがニューブルームフィールドと呼ばれることが多い。ペリー軍が創設されたのは1820年3月22日であり、軍名は米英戦争の英雄オリバー・ハザード・ペリーにちなんで名付けられた。ペリーは 軍創設の前年に死んでいた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は556平方マイルであり、このうち陸地554平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.40%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ペリー軍は、州内でも共和党の強い地盤である。 2004年アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党のジョージ・ W ・ブッシュが、軍総投票数の72%、13,919票を、得票し、28%、5,423票の、民主党、ジョン・ケリーに大座をつけた。やや民主党寄りである、ペンシルベニア州では、ケリーが2.5%差で、ブッシュを制した。 1964年以降の大統領選挙では一貫して共和党候補を支持している。2006年の州知事選挙では共和党のリンスワンに 69%9998 票を与え対抗する民主党エドレンデルは 31%4477 票に終わった。同年のアメリカ合衆国上院議員選挙では 共和党現職のリックサントラムが60%以上の支持を得た。ただしスワンもサントラムも州全体で落選した。ペリー軍の自治体、ボロアーカ・タウンシップは白ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。ペリー軍教育学区の区分図首都圏中間ユニットは州が認定した教育機関である。 この期間は、ペリー軍各教育学区、チャータースクール、家庭教育を受けた生徒に対して、様々なサービスを行っている。例えば、ペンシルベニア州学術標準でマッピングされ、調整された、幼稚園生から12年生まで完璧に開発された、カリキュラム、共有サービス、合同購買計画、さらには、幅広い特別教育、特殊需要に合わせた講習などである。 ペンシルベニア州教育省に登録される私立学校は次の通りである。軍内では4つの週刊誌が発行されている。3つは、ペリー軍とジュニアアータ軍のアドバンスパブリケーションズが、ハリスバーグのパトリオットニューズと提携して、発行しているダンキャノンレコード、ニューズ3、ペリー軍タイムズである。もう1つは、カンバーランド軍、カーライルのザ・センティネルが発行する。 ペリー軍ウィークリーであり、アイオワ州、ダベンポートのリーエンタープライズが発行者である。ありがとうございます。